EY の動画へようこそ数ある動画の中からお選びいただきましてありがとうございます私は EY 新日本有限責任監査法人のパートナーの木ぬ川と申します竹澤と申します青木と申しますよろしくお願いいたします早速ですが木ぬ川さん、はい、本動画のポイントは何でしょうはい 2023年3月期から有価証券報告書にサステナビリティの記載欄が設けられました本動画リリース時点ではサステナビリティ情報の有価証券報告書への開示は2週目の準備をされている企業様が多いのではないかと思いますそこで1年目の開示の状況をもとに投資家 アナリストといった読者はどのような期待をしているのかまあ、その対応ですね。のポイントをお伝えしたいという風に思います。具体的には読者の期待を理解しつつもですね。企業の皆様としては、記載の方法に悩まれるであろう2点のですねポイントについて解説したいと思います。 1>, 1点目はサステナビリティの取り組みが企業価値の向上にどのように結びつくのかという点2点目は気候変動に関して開示が難しいとされておりますシナリオの分析など戦略のパートについていずれもですね好事例に触れながら解説したいと思います。 気候変動に関しては2023年6月にイファースサステナビリティ開示基準 ISSB の基準が公表されましたので S2 基準である気候変動開示と TCFD の違いについても触れたいと思います ISSB といえば24年3月には日本のサステナビリティ開示基準である SSBJ の公開草案が公表されましたねはいそうですね。 SSBJ の基準はまだ公開草案ですが本動画の内容としては、まあ、基本的にはですね ISSB と大きな差異はないと考えられますので、えー、置き換えてお聞きいただければと思います。衣川さん、はい、改めて多くを説明する必要はないとは思いますがサステナビリティ情報開示が重視される背景と直近の振り返りを簡単にご説明いただけますかはい この動画をご覧の皆様に改めて言う必要もないかもしれませんけれども中長期的な企業価値の向上に向けてサステテナビリティが企業経営の中核課題となっていますこのため持続的な成長に向けた環境や社会課題に対する企業の取り組みについて情報を提供するサステナビリティ情報開示には 重要な役割があり投資家のの開示への期待というものは高ままっていますそのような中で2021年のコーポレート・ガバナンス・コードの改定によりプライム市場においては TCFD 等の開示の質および量の充実を進めるべきとされました。 また冒頭お話しさせていただきました通り2023年3月期から有価証券報告書においてですねサステナビリティの記載欄が設けられましたまたサステナビリティの開示基準についても2023年6月に e f ァー s サステナビリティ開示基準が公表されています e f i r s s 1サステナビリティ関連 財務情報の開示に関する全般的要求事項とですね、S2 基準気候変動開示です S1 基準は ISSB 基準の一般原則を定める基準で S2 基準はテーマ別基準ということで気候変動に関する情報開示を求めている基準でございます また2024年3月には日本のサステナビリティ基準であります SSBJ の基準のですね公開草案が公表されましたそれではまずですね投資家アナリスト有識者が期待する主な開示のポイントについて見ていきたいと思います青木さん金融庁より公表されました記述情報の講事例 週2023の中からご紹介いただけますでしょうかはいこちらのスライドには投資家等が期待するサスティナビリティの開示ポイントが記載されておりますサスティナビリティの情報では3つの観点比較可能性透明性独自性が重要であると言われていますこれは今後の開示の取り組みの中でもキーワードになると考えています比較可能性透明性については まさに SSBJ、ISSB といった開示基準が適用されることで担保されていきますが独自性は簡単に言えば横並びではない開示ということになります今後の企業のパーパスに沿った企業価値の創造のストーリーに基づいた開示をすることで独自性は担保されるものと思いますなるほどもう一つ読者の期待する開示という観点から サステナビリティの取り組みが企業価値の向上にどう結びつくかは非常に気になるポイントであると思いますがなかなかその開示の仕方については企業のご担当者様も悩まれているポイントですよねはいおっしゃる通りですサステナビリティの取り組みにより企業価値がどのように創出されるかを説明することは非常に有用なものと捉えています こちら後ほどのスライドで、日清食品ホールディングスの事例をご紹介します。もう一つ、サステナビリティの取り組みと企業価値との関連で言いますと、サステナビリティ情報開示は中長期の期間に及ぶ情報であることから、時間軸を持って開示されると理解しやすいですよね。はい、その通りですね。キリンホールディングスでは、時間軸を持ってサステナビリティの取り組みについて、 訂正情報のみならず、定量的な情報開示を実施しておりますので、後ほどのスライドでご紹介します。ありがとうございます。それでは青木さん、早速事例のご紹介に入っていきたいと思います。はい、木沼さん突然ですが、はい、PBR 問題をご存知でしょうか。PBR、株価純資産倍率が低いという問題ですね。 東証はプライムとスタンダード両市場の上場企業約3,300社に資本効率や株価を意識した経営を求めるという要請を23年に行いました、はい、日清食品ホールディングスは ESG 活動と企業価値の関係性を分析しており将来の PBR への影響を示しています。排出量の削減を行うと 8年後に 1.0%PBR が向上すると分析されていますまた ESG 指標の相関分析を実施し ESG の取り組みがどのような流れで企業価値の上昇につながるかをストーリーで示していますサステナビリティの取り組みが企業価値の向上にどう結びつくのかというのはなかなか定量的に把握し開示することは難しいと考えられますので 大変参考になりますね次はサステナビリティ情報開示が中長期の期間に及ぶ情報であることから時間軸をもって開示することが非常に理解しやすいという点についてのこう事例のご紹介ですよねはいこちらはキリンホールディングスの事例ですキリンホールディングスは消費財企業でありバリューチェーンとして特に原料調達への影響など 気候変動への対応は、サステナビリティの取り組みとして非常に重要な情報となります。気候変動対応への投資方針を記載するとともに、資金調達と投資の実績、今後の投資計画を時間軸とともに定量的に示されています。気候変動対応ロードマップの投資予定、すなわち2030年までの投資計画、文章では資金調達計画を示されており、 キリン独自のの取り組みが投資家等に伝わるものと考えられます。気候変動の対応について大きな影響がある場合にはその戦略の実行には投資が必要となりますからその資金調達と投資の実績および計画を短・中・長期の時間軸で示すことは投資家にとって非常に有益な情報といえますね。竹澤さん、 気候変動の話が出ましたのでこのテーマを深掘りしたいと思いますまず TCFD 提言の内容について簡単におさらいしたいと思いますご説明いただけますかはい4つのピラーすなわちガバナンス戦略リスク管理指標と目標を組織運営における中核的要素として情報開示を推奨していますそして 気候変動情報開示を行うすべての企業組織を支援すべくガイダンスを策定しており、各項目において推奨される具体的開示内容はこのスライドに示した通りです。そうですね、えー。先ほどご説明したようにですね、2023年6月にファ、えーストサステナビリティ開示基準、ISSB 基準が公表されています。S1 基準、S2 基準。 のいずれもガバナンス戦略リスク管理および指標と目標の開示を求めています TCFD の四つのピラーと同じなんですねそうですね TCFD も ISSB 基準の開発に深く関わっていますその結果 TCFD 提言で推奨される開示の四つのピラーは ISSB 基準においてもコアになる要素として開示要求基準に組み込まれています。TCFD と S2 基準の違いはあるんでしょうかはい概ね同じなんですが S2 基準の方がより詳細な情報を開示するイメージとなります。 本日は戦略のパートと指標と目標の一部について相違点をご説明したいと思います。まず戦略のパートでは TCFD の短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会を説明するということを求めている点については S2 基準ではリスクおよび機会を特定する際に 産業別ガイダンスの中で産業別の開示トピックの適用可能性を検討することを求めていますまた企業のビジネスモデルやバリューチェーン上のリスク及び機会がどこに集中しているかについてより詳細な情報開示が求められています 次に TCFD における気候関連のリスクと機会が企業のビジネス戦略及び財務計画に及ぼす影響の説明を求めておりますが i f a s e s 基準ではより詳細な情報が求められています。例えば特定されたリスク及び機会に対して企業がどのように対応してきたのかまた今後 どのように対応するかという開示をするにあたっては移行計画と目標をどのように達成するかを開示することが求められていますまた一部の状況を除いてですね企業の財政状態財務業績及びキャッシュフローに対するリスク及び機会の影響に関する開示を提供する際には 定量的及び定性的な情報が必要となる場合の基準を定めていますまたですね報告日時点で入手可能なすべての合理的で裏付け可能な情報を過度の費用や労力をかけず使用または企業の状況に見合ったアプローチを使用することを求めていますまあ最後に戦略のパートの三つ目でございますけれども TCFD のです、ね、2度以下シナリオを含むさまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえ企業の戦略のレジリエンスについての解除をですね求めているという点については S2 基準では企業が評価の際に考慮した重要な不確実性の領域や 企業の戦略や事業モデルを長期にわたって調整し、適応させる能力、そして機構関連のシナリオ分析がいつ、どのように行われたのかについて、詳細な開示を求めています。指標と目標では、GHG 排出量に関する追加的な開示が求められていますね。まず、スコープ1・2については、連結会計グループ、 そして、連結会計グループに含まれない関係会社、共同支配企業、非連結子会社、または関係会社について、スコープ1及びスコープ2の GHG 排出量を区分して開示することが求められています。そして、ロケーション基準のアプローチを用いたスコープ2の GHG 排出量と利用者の理解を得るために必要な契約文書に関する情報が求められています。 また、スコープ3の開示も求められていますがその対応は難しそうですね。うん、イファースの S1 基準 S2 基準ということですが日本のサステナビリティ開示基準との内容は違ううでしょうかはい、日本ではサステナビリティ基準審議会 SSBJ から2024年3月にイファースサステナビリティ基準における S1 基準 S2 基準の日本版に相当する基準の公開草案が公表されました基本的にはイファース S2 基準に相当する機構関連開示基準案はイファース S2 基準に沿った内容になっておりますなお適用会社はプライム市場の一部または全部とすることが金融庁の金融審議会サステナビリティ情報開示と 保証のあり方に関するワーキンググループで検討をされています。竹澤さん、別の動画でも触れていますが、気候変動開示の中では、先ほど触れた戦略パートのうちシナリオ分析の開示が一番難しいとされていますが、好事例のポイントを教えていただけますか。はい、金融庁の好事例集2023では。 気候変動の開示において、シナリオ分析を行うにあたっての前提条件や想定期間の明示、機械とリスクの事業インパクト、目標値の5つの開示が重要、自社に関係のある情報をシナリオに反映することなどが講事例のポイントとして挙げられています。シナリオ分析は多くの会社で開示されていますが、 関連する数値情報を豊富に開示すること自社に関係のあるシナリオ分析を開示することが期待されているということがわかりますここで複数の項目で講事例として取り上げられている明治ホールディングスの開示例を取り上げたいと思いますこちらは明治ホールディングスの開示例ですこちらのスライドは戦略という見出しの中で 気候変動に関するリスク及び機会が自社に与える財務インパクトについて TCFD 提言に沿ってシナリオ分析した結果を開示したものです。スライド左側をご覧ください。上の方、分析対象範囲という表で分析対象としたセグメントや基準年度などの分析の前提を明らかにした上で真ん中から下の2つの表で 1> 1. 度シナリオと4度シナリオの分析結果のうち重要性がある開示トピックに絞って年年およびにに想定定される影響額を定量的に開示していますまた1.5度シナリオでの主要インパクトとして識別したカーボンプライシング導入による影響額と電力購入金額による影響額をさらに 会社の取り組みごとにににコストが増加すするる影影響響または減少する影響に分けてて定量的に開示しています金融庁で好事例として取り上げられたポイントとしては1 5度4度シナリオにおける将来予想される財務的な影響額を定量的に記載するとともに主要インパクトの具体的な影響の内訳についても定量的に記載していることが挙げられています。 確かにシナリオ分析は定性的な記載にとどまっているケースが多いんですがそれぞれのシナリオで影響額を金額ベースで記載して利用者にとって分かりやすい開示になっています。金額が示されている方が投資家が将来予想をするのに有用な情報になるためその点が評価されていると考えています。具体的には財務インパクトの算出範囲対象の原材料分析基準年度 といった分析対象範囲を明示した上で1.5度4度シナリオにおける将来的な影響額について主要なインパクトと具体的な内容を明示し関係するサプライチェーンと紐付けて金額を算出過程とともに明らかにしています IFARS S2 基準でもサステナビリティ関連のリスクと機会が現在と将来に及ぼす財務的影響の開示が求められていますが 将来に及ぼす影響という点では満たされていると考えられます。また GHG 削減についての開示も好事例として取り上げられています。この開示では1.5度シナリオでの主要インパクトとして識別したカーボンプライシング導入による影響額のうち原材料の調達にかかる影響とその対応策を開示しています。 会社のサプライチェーンの上流にあたる落農家から発生するスコープ3の GHG 排出に焦点を当てて、これを抑制する体制への移行に伴うコストを説明しています。まず、スライド右側の図表で、会社の移行計画の全体像を時系列で示しています。さらに、各項目の詳細を解説しています。対応策1として、 牛乳のカーボンフットプリントの算定に関する現在の評価結果を記載しており会社が取り扱う製品のライフサイクル全体の GHG 排出量の構成を分析し気候変動リスクの集中しているエリアを明らかにしようとする取り組みを説明しています好事例のポイントとしましては会社のビジネスとの関連性が高い情報 ここでは取扱い商品である牛乳や主要な調達先である酪農家の情報がシナリオに反映されているため株主、投資家にとっても分かりやすく納得感のある開示になっている点かと思われますスコープ3の対応策としてサプライチェーン上の主要原材料から排出される GHG 削減に向けた移行計画を策定し移行計画を図示しながら具体的に記載しているほか 主要原材料から間出される GHG の削減に向けた取り組みを具体的に記載しています。i f e r s S2 基準や SSBGA の機構基準案では、戦略の実施の開示、具体的には戦略へ意思決定において、企業がサステナビリティ関連のリスクと機会にどのように対処してきたか、そして対処しようとしているかの開示が求められます。 こちらの開示では、それらの要求事項も満たされていると考えられます。はい、ありがとうございました。では、最後にですねえ、工事練習にあるような開示に向けてどのような取り組みをしていけばいいのかという点についてですね。お二人に伺っていきたいと思います。まず、武田さんご説明いただけますでしょうか。はい、金融庁の工事練習では？ 読者が期待する会場を充実化させるための取り組みも紹介されています利用者の目線を持つという点経営陣や取締役会監査役会などからのコミットが必要各部門のトップ層や現場も関与することということで全社的な取り組みが期待されているということだと感じました講じれいには講じ例として取り上げた企業の主な取り組みが紹介されていますが 目標や方針に関しては経営層からの承認を得たことで社内への情報発信がしやすくなったという記載がありました。また経営幹部とも議論を何度も重ねること特に数値を開示するにあたっては多くのディスカッションを行うことアドバイスをもらうことを重ね戦略数値を具体化し全体のコンセンサスを図ったという記載もあり 現場サイドとしては議論を重ねてトップとのコンセンサスを図りトップダウンで全社的な取り組みを展開していくということになると理解しましたはい、非常に重要なポイントですよね冒頭にお話をさせていただきました通りサステナビリティ課題は中長期的な企業価値の向上に向け企業経営の中核となる重要な経営課題ですので 単なる開示対応ということではありませんサステナビリティ経営そのものを開示していくということで経営トップのリードのもとに全社一体となった取り組みが必要ですただ企業に置かれた状況は様々だと思います企業によってはすぐに十分な開示というところは実現が難しいと感じられている企業様も多いと思います その点青木さんいかかがでしょうか読者が期待する取り組みの一番上に記載されていますが開示の体制や記載内容が十分でない場合には少しずつ改善していくことが必要とされており利用者側もすぐに改善することを求めているわけではなく徐々に改善ししてていいくことを期待しています好事例として取り上げられている企業もサスティナビリティの活動を2018年2020年でいた時期から開始をしています。 中長期の経営計画と企業に影響があるサスティナビリティの課題を結びつけて検討を進めることで自分ごと化をされていました。開示についてはその中から特に投資家目線で重要であると考えられるものに絞られて有価証券報告書へ記載されているようです。有価証券報告書がこれまで特に経理、IR 部門の仕事であった部分から全社を巻き込んで作成するものとなり、 サステナビリティの活動も含めた企業の実態を示すますます重要な開示書類になると理解しました竹澤さん大さんありがとうございますそうですね、えー、TCFD 開示は一日にしてならずと別の動画でお話をさせていただきましたがサステナビリティ情報開示においては好事例となるような開示は一年や短期的なスパンで実現できるものではございません 企業の実情に応じてできることから始め、投資家等の対話を通じて段階的に充実させていくということが重要と考えられます。本日は、ですね、主としてまあサステナビリティ情報開示のうち、ま気候変動開示の課題を中心にお話をさせていただきました。サステナビリティ情報開示の充実により、企業価値の向上を図ると、 いう目標に向けて取り組まれている企業の皆様そして投資家の皆様にこの動画が少しでもお役に立てれば幸いでございます最後までご視聴いただきましてありがとうございました